長野県上田染野球高等学校。長野県上田染谷岡高等学校は、長野県上田市にある公立高等学校である。創立より、長野県上田高等学校と共に、東新地区の男女中等教育を担ってきた。女子校時代は、全国でも数少ない制服のない女子校であった。男女共学科後も、女子生徒の多い状態が続いたが、2008年4月、 入学生の男女比は約半々となった。工学部、繊維学部を中心に、新州大学へ進学する人が比較的多い。2005年度、文部科学省より、スーパーイングリッシュランゲージハイスクールの指定を受ける。略称はソメヤ。文化祭はソメヤ祭と称し、その名称は孔名に由来する。正式名称が上田ソメヤあるいは、 上田染谷が丘としばしばご期される。場所は染谷坂と呼ばれる急な坂の上に位置している。1899年2月の高等女学校令で各府県は高等女学校設立が義務付けられたことを受け、長野県では1899年5月臨時県会へ高等女学校設置の県の資格案を提出、審議し、答申案を可決。 県はこれに基づいて1900年4月、既存の私立長野高等女学校を県立とし、続いて、千区小さ型、下稲3軍を選び、県立大洋校設立を鑑賞した。1901年小さ型軍立として設立され、1914年に県立へと移管された。なお、1902年には第一回卒業生が出ているため、 実際の開校はこれよりも数年前に遡ると言われる。開校当初は女子小学校の一部を仮校舎としていたが、その後現在の生命小学校の位置に新築移転した。この場所はかつて、真田信行時代に藩の中屋敷だった。1916年、当時、舵町浦と呼ばれていた、現在の材木町、上田合同庁舎、中央公民館、 私立図書館のある場所に移転した。この移転は、1910年より、県立女子主犯学校、男子は、長野、松本として、設中であった校舎が、8分通り完成した1912年、大正元年、地方財政説原作により計画が中断となった、ため、上田工場が使用することになったものである。それにより、体育館、音楽室、寄宿舎、浴室、 食堂などを備え喧嘩一といわれる高等女学校となった女学校の跡地は生命小学校の前身となる上田町学校となる。開校当時は女性の社会進出が制限されていたが女子中等教育への需要は年々高まる一方であった。しかし女子師範が開校されなかったため女子中等教育希望者の進学先として と、女学校への入り希望者が増え入学難が続いた。また、女学校から女子師範学校、女子専門学校などの上級学校への進学志向も高まっていき、上田校女卒業を入学資格とした専攻科、修行年限、2年、卒業と同時に小学校家庭科教諭資格取得を、後に県が設置することとなる。女性としての義芸教養への期待に対しては、 家庭婦人としての実務教育だけでなく、女学校本科として、算数、英語等の科目に力を入れた。また、テニスなどの新しいスポーツを授業に取り入れたりするなど、両家の子女という高等女学校に対するステータスへの需要にも応えた。1940年頃からは、戦時職が強まり、交友会が、 上田工場報告団に改組され、英語教育も禁止されるなど統制が進んだ。大戦末期には、軍事工場等への動員もなされ、女学校としての機能をほぼ失った。上田工場の生徒は、動員先でも高い評価を受けたため、軍事的に重要な動員先へやられた生徒も多く、それによって死亡者を出す事態にもなった。戦前より、体育教育が盛んであり、 対戦を前後して二人のオリンピック選手、シンボマサコ、ヨダイクコを排出した。戦後はいち早く民主主義的な体育教育が行われた。GHQ の正式な発足に先立ち設置された CIE、民間情報教育局が全国の各種学校を視察の上、民主主義的な教育が実践されているとした参考の中の一つとして、 民間情報教育局報告書にて報告さたり、1949年に文部省より優れた保健活動、家庭教育のモデル校に指定された。女子バスケットボール部は、戦後、第2回大会の1949年から3年連続、準優勝した、ちなみに、同校 OG、教職員で組織されソメヤタカシクラブは、 女子全国籠玉選手権大会において1951年により3連覇を達成した。学生改革により、上田染野球高等学校となってからは、長野高校や上田高校が教学化されたものの女子は、ほとんど入学せず、また同校と同様女子校であった、長野西高校が国鉄駅より遠く、遠距離通学は適さなかったため、軽の女子優秀層のほとんどが、 同校へ入学し、高い進学実績を誇った。中でも新州大学、特に教育学部や東京教育大学、現、筑波大学、日本女子大学、立教大学、青山学院女子短期大学、学習委員女子短期大学、現、学習委員女子大学等への合格者数は全国でも上位であった。高卒での就職が一般的であった1975年頃までは、 都市銀行、保険会社、証券会社等へ多くの者が就職した。女子校当時、前述の長野西高校、松本有ヶ崎高校と共に女子を参加と称された。当時、女性が自立して働く職業として一般的だったのが教員と看護婦であり、同校卒業生もこの二つの職業に従事する者は多かったがななぜか見込んで働き続ける例が少なくは、 なかった。そのためか、同校同窓会内には長い間結婚相談所が設置されていた。以降、十二通学生の実施、男女共学化実施等、数年の間に同校としては激動といえる変化が起こったが、以降も伝統校としての評価は不変である。2006年入試より、県立高校が再び4学生になったが、上昇地区から、 周辺の野沢北高校や八代高校へ進学する例は、ほとんどなく、上田高校に次ぐ、進学校としての地位を確立している。また、旧第4、長野市南部、千曲市などと、第6、小諸市、軽井沢町など、通学区からの志願者が、毎年定員の3分の1近くを、締め入試競争率の高い状態が続いている。また、2003年には、 国際教養科を新設2005年には文部科学省よりスーパーイングリッシュランゲージハイスクールセレイに指定され国際理解外国語表現力の育成に力を入れている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。